すごくあの時当日行かれた方も行かれなかった方もその時の様子がとてもよく分かる内容だったので大変良かったと思います。やっぱり参加された方は特にあの時のことがまた思い出されて皆さん楽しそうでとっても良かったと思います。喉越しが良くってちょっと思ったより細い麺だなと思ったんですが、先ほどちょっと清水さんの日本生協連の清水さんからお聞きして、一番こう皆さんがこう好ましい細さだということで、あ、納得と思いました。はい、とても食べやすくて美味しかったです。何度かお伺いしてお話しさせていただきますけれども、山頂でつながっている、宮城県の山椒提携推進協議入ってない。腰と、つねぎと、ちょうどバランスの取れた良い商品なんですけども、今日思ったより もっといつもはもっと多い時もあります。はい、パワーいっぱいですね。そうですね、感無量と言いますか、やはりこうやって出てきてくださることに皆さん喜びを感じてらっしゃる方が多いですね。あと、そばプロジェクトだけではなくて、本当に菜の花も白菜プロジェクトも、こう被災された生産者の方を思いながら皆さんこう参加してくださるので、やっぱりこうなんかつながってる一瞬のような気がします。私たちコープインという生協ファンの集まりがありまして、本当にお店単位でさまざまな活動をしております。でその時私たちは緑色のエプロンをつけて、お店の試食の推奨活動、あと仮設住宅に行く時は赤いエプロンをつけて触れ合いサロンの活動などもしております。まだまだ知らない方たくさんいると思いますが、お店にぜひいらしていただいて、私たちエプロンしているものに声をかけていただければと思います。なんとか宮城生協を元気にするようにみんな一丸となって頑張っておりますので、今後もどうぞよろしくお願いいたします。